ウェットサンプを採用している1938年式 BMW R7。ウェットサンプとは4ストロークピストン内燃機関において機関内に内蔵された輸送を用いる潤滑油管理構造を指すものであり、機関外部のオイルタンクを用いるドライサンプと体をなすものである。4ストロークエンジンはオイルポンプで圧送されたエンジンオイルが内部のベアリングの潤滑を行った後、 重力によってエンジンの最下層へ落ちていく。この原則自体はドライサンプでも変わることはないが、ほとんどの自動車とオートバイでは主にコスト面での要求からウェットサンプが採用されている。ウェットサンプのエンジン最下部にはオイルサンプもしくはオイルパンと呼ばれる輸送が設けられ、エンジン内部の潤滑を終えて、ここに集められたエンジンオイルはオイルポンプに接続されたストレーナーによって 再び各部のベアリングに送られる。エンジンオイルの残量を知るために、オイルパンにはオイルレベルゲージが設けられ、時にはクランクケースブリーザー経路に接続されたオイルセパレーターによって分離されたブローバー由来のエンジンオイルがレベルゲージの経路を通じてオイルパンに変装されてくる場合もある。ウェットサンプは一つのオイルポンプのみを使用し、 他の、いかなる外部タンクも用いないために、構造が単純なことが利点である。オイルポンプや、油圧配管、ストレーナー等からなる、散布構造もエンジン内部にすべて収められているため、空冷式、オイルクーラーや移動式、フィルターベースなどを装備した事例を除いては、外部に、オイルが流出する、恐れのあるホースやチューブをエンジンに接続する必要が、全くない。 内部のオイルポンプは交換作業及び大容量ポンプへの交換がドライサンプと比べて難しくなる傾向があるが作業の難易度自体はエンジンの基本設計に完全に左右されるウェットサンプ構造は特にレーシングカーにおいて問題になる場合がある高速で旋回する際強い遠心力によってオイルパンの中のエンジンオイルはより動かされコーナーの外側へ引き寄せられることで ストレーナーがエンジンオイルを一時的に吸い上げられなくなり、時にはエンジンブローに直結しかねないダメージを与える場合がある。オートバイの場合、旋回時に車体をコーナーの内側に向けて傾けるバンクを行う。この時、傾いた油面に対してエンジンの正中面が垂直となる方向に車体を傾けることから、このような問題は起こりにくい。それにもかかわらず、 通常モータースポーツ用オートバイはドライサンプが用いられている。これはオイルの偏り対策ではなくエンジンレイアウトの自由度を高める意味合いで採用される場合が多い。ドライサンプならばオイルパンは最小限の寸法で済みエンジンをフレームに対してより低くすることができ、かつ外部オイルタンクによってより良いエンジンオイル冷却が可能となるからである。 競技用自動車エンジンの場合にも競技用オートバイと同じ理由によりドライサンプを採用する場合が多い。ウェットサンプの場合にはオイル容量を増やそうとするとオイルパンを下へ伸ばすしかないがエンジンの前高や重心位置はできるだけ低く抑えたいことから下へ伸ばすには限度がある。ドライサンプの場合にはエンジンの形状を変えることなくオイル容量を増やせる利点がある。 航空用エンジンは構造が複雑になり故障箇所が増えることを許容してドライサンプが採用されている。初期の末置き型エンジンにおいてはクランクシャフトやコネクティングロッドの先端に設けられた小型のスコップがエンジンオイルをスプラッシュさせてシリンダーの潤滑を行っていた。草刈機等で使用される近代的な小型エンジンではクランクシャフト外縁に設けられた。 スリンガーと呼ばれる部品が同じような動作を行っている。このような潤滑方法は、エンジンが高速化すると各反抵抗による発熱作用でオイルを急速に劣化させてしまう欠点があり、技術の進歩でオイルポンプの圧送量が増加し、クランクシャフトコンロード内部の油圧経路製造技術も発達したことにより、今日の自動車オートバイ用エンジンでは、 このような構造が用いられることはなくなった。蒸気と同様の理由で、ウェット散布式エンジンに規定量を大きく超えるエンジンオイルの注入は禁忌とされている。ただし、ピストンの冷却強化やシリンダーの潤滑強化の目的で、シリンダー周辺に直接エンジンオイルを吹き付ける行為自体は、オイルジェットという紛失口の形で、現在も残り続けている。ありがとうございます。